2016年日本の補欠選挙では、日本における立法機関である衆議院及び参議院における国会議員の欠員を補充するために執行された2016年の補欠選挙について取り上げる。国会議員に欠員が生じた時の補充方法については公職選挙法に規定があり、同法第112条に基づく繰り上げ補充を 行うか同法第113条に基づく、補欠選挙を行う必要がある。補欠選挙を行う場合には、同法第33条の2第2項に規定があり、補欠選挙を行う自由の生じた時期により、原則として4月と10月の年2回に集約して行われることになる。ただし、2016年は7月25日に、参議院議員の半数が任期を迎え、 7月10日に第24回参議院議員通常選挙が行われるため、同法第33条の2第3項の規定により、第24回参議院選挙のタイミングでも補欠選挙が行われる。以上をまとめると、2016年に補欠選挙の行われるタイミングとしては、以下の3通りとなる。4月と10月にそれぞれ衆議院の2選挙区ずつにおいて、 補欠選挙が行われた。7月には補欠選挙は行われなかった。公職選挙法等の一部を改正する法律が2015年6月19日に交付され、2016年6月19日に施行し、同日後初めて行われる国政選挙となる第24回参議院議員通常選挙の公示日の同年6月22日から選挙権年齢が 満十八歳以上に引き下げられることになっていることから選挙権年齢を満二十歳以上の男女とする国政選挙の補欠選挙としては最後となる。なお、2015年11月に誕生した大阪維新の会、2015年12月に次世代の党から透明を解消して誕生した日本の心を大切にする党、2016年3月に民主党、維新の党、 改革結集の会が合併し誕生した民進党は初の国政選挙となる。立候補をめぐる動き自民党は、同党北海道連が北海道国士部長で前任者、町村信孝の娘婿にあたる和田義明を擁立することを決め、自民党本部も了承。なお、連立与党の公明党や自公連立与党を支援する日本の心を大切にすると、同じく自民。 公明支援で当選した高橋晴美北海道知事も和田の支援に回っている。野党側は民主党が同党同連上任幹事の池田巻を擁立することを決定。民主党は他の野党にも協力を呼びかけ、社会民主党や維新の党が池田の支援に回った。さらに民主党よりも先に日本共産党が 同党北海道国国政対策委員長の橋本、美香を擁立すると発表していたが、野党統一候補の擁立を実現するため、日本共産党は、擁立を取り下げる方向で調整を進め、2016年2月18日に、日本共産党は、民主党ではなく無所属候補として出馬することなどを、条件に、池田の支援に回ることと橋本の出馬を取り下げる、ことで、民主党と合意。 翌19日には、池田と民主、共産両党の北海道5区の代表者、さらに、札幌の市民団体、戦争させない北海道を作る市民の会の発起人である、上田文雄前札幌市長と共に調印式を行い、協定書にサインをした。また2月22日には、生活の党と山本太郎と仲間たちも、池田の推薦を決定。3月27日、 民主党、維新の党などの合流により民進党が発足したことに伴い、同30日に民進党として改めて推薦を決定。また、シールズや学者の会らが母体となって結成し、安全保障関連法廃止を掲げる候補を支援する団体、安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合、北海道の地域政党、 市民ネットワーク、北海道や市民の風、北海道、緑の党、グリーンズジャパンも池田の支援に回る。しかし、北海道を本拠地とする新党大地の鈴木宗を代表が共産党が入った野党協力には協力できないとし、自民候補の和田の支援を決定し、野党共闘の足並みが揃わない状況に。また、 これが原因となり2月26日に、胸を代表の実娘の鈴木隆子衆院議員が、民主党からの離党を表明し、離党届を提出。後に、民主党から、除籍、除名処分を受ける。なお今後は当面の間、無所属議員として活動するが、新党大地が今後選挙協力する、自民党との統一会派結成を検討する方針で、隆子も父の胸を代表同様、 自民党公認の和田の支援を明言していた。立候補者選挙結果北海道国衆議院議員補欠選挙の市町村別結果と航空自衛隊基地及び陸上自衛隊駐屯地の一自民党公認の和田は自衛隊の基地や駐屯地が集中する千歳市や江庭市農村地帯の東別町や新市の津村でより多くの票を獲得した。他方で 都市部に近い札幌市厚別区、江別市、北広島市などでは、野党統一候補の池田が優勢だった、政権与党の自民党公認候補と、野党統一候補という与野党一騎打ちの構図で、同年夏の国政選挙である、第24回参院選の前哨戦として、北海道内だけでなく、全国からも注目を集めた選挙となった。農皇族のため救世した。 町村信高の都ぶらい選挙でもあったため、当初は町村の娘婿である和田が優位と見られていた。しかし、野党統一候補の池田も支持を集め、選挙戦は接戦となった。結果は、和田が池田を赤配率90.92%の僅差で下し、初当選を収めた。選挙結果を自治体別に見ると、和田は、千歳市、江庭市、東別町で池田は、 札幌市厚別区、江別市、北広島市で特に票を集めた。自衛隊及び農村から支持された和田地と瀬市及び江庭市には自衛隊駐屯地や基地が多くあり、人口の約3割が自衛隊関係者とされており、安保法制を推進する和田が勝利した背景には、自衛隊病が大きく影響したとも指摘される。自衛隊の町あるいは基地の町と呼ばれる漁師は、 和田の岐阜、町村が固い地盤としたことでも知られており、和田はその地盤を引き継いだ形となった。また、この地域は自衛隊の他にも、空港や港湾、そして農地などの第一次産業を抱えており、中央とのパイプを求める有権者が多かったことも、和田が支持を集める要因となった。さらに、農村地帯である東別町及び新市の津村も、保守地盤が強いとされ、 結果として和田が池田よりも多くの票を集めた。そのため和田は自衛隊と農村の票に助けられて当選したとも指摘される。また自民党の石橋茂衆議院議員も農村票とともに千歳市などを中心とする防衛関係票も手堅く得票できたと評価している。加えて関係団体や企業、議員の講演会などをフル稼働し、 組織的に選挙運動を展開したことが和田の勝因とも指摘される。自公両党の組織票を利用した和田は自民党支持者の約8割、公明党支持者の約9割の票を獲得することに成功した。加えて地域政党である新党大地が和田の推薦に回ったことから和田は前回の選挙で町村が獲得したよりも多くの票を得るに至った。他方で 和田は、無党派層からは、約3割しか支持を得ることができなかった。その結果、赤配率が9割を超える接戦となった。選挙後、自民党の菅義偉官房長官は、極めて厳しい戦いだったと振り返っている。そして安倍晋三首相は、和田に、次期衆院選に向けて、しっかり足場固めをするようにと伝え、組織票をさらに固めるよう指示を出した。 都市部で支持を伸ばした池田安保法制廃止を訴えた池田は札幌市などの都市部においてより多くの票を集めた。出口調査では無党派層の約7割が池田に投票していたことが明らかとなっており、都市部に無党派層が多いことが池田に有利に働いたとされる。池田は市民と政党が連携する新しい形で選挙戦に挑んだものの自民党及び公明党という 固い組織票を崩すことはできなかった。以上から自衛隊関係者のいない都市型選挙区であれば野党候補者は勝利できるということが示されたとの指摘もある。当日有権者数455,262人最終投票率57.63%立候補をめぐる動き野党側は民主党が衆議院議員で 京都府連会長の泉健太が立候補する意向で、維新の党が泉の推薦を決める方向で一致。3月27日、民主党、維新の党などの合流により民進党が発足したことに伴い、同30日に民進党として改めて公認。また4月7日には、社民党も常任幹事会において泉の推薦を決定。さらに、緑の党、 グリーンズジャパンも泉の推薦に回る。共産党は、独自候補の擁立を模索したものの、民主、維新、社民、生活とともに選挙協力に合意したことを背景に、独自候補擁立見送りを示さ。3月14日の記者会見において、同等京都府委員会が独自候補を擁立しない、ことを決定。ただし民進党公認候補をはじめ、他の候補の支援。 推薦には回らず、自主投票とする。一方、大阪維新の会は3月11日に、大阪維新本部の職員で新人の森夏への、擁立を決定。一方、与党側は自民党が2月15日に、同党京都府連と執行部の会談が行われ、フレン側は有権者に選択肢を与えるのが、政権与党の責任であり地元の意向だと、 候補者擁立を急ぐ考えを示したのに対し、執行部は、補選で負けた場合には参院選へも影響を及ぼすと、慎重な姿勢を示した。また、連立与党の公明党も、山口夏夫代表が、記者会見において、独自候補を擁立しない考えを示すなど、こちらも慎重な姿勢を見せた。2月29日、自民党、谷垣定一幹事長が、 記者会見において、前任者である宮崎健介の不祥事に対する地元への配慮ならびに、北海道5区第24回参議院議員通常選挙に専念することを理由に公認候補者の擁立を断念したことを表明。政権与党が補欠選挙で公認候補を立てない、いわゆる不先輩となる異例の事態となった。なお自民党、公明党ともに、 今回の京都3区は候補者の支援、推薦には回らず、共産党と同様に自主投票としている。一方、自民、公明の連立与党を支援する日本の心を大切にする党は3月9日に独自候補を擁立すると発表し、3月12日の党大会において派遣社員の小野幸子を公認候補として擁立することを発表。また小野には 心の公認に加えて、新党改革が推薦に回っている。また諸派として、幸福実現党からは、同党京都府本部副代表の大谷光子を擁立すると発表。無所属候補として、医師の田淵正文、元塾講師の郡明博も名乗りを上げている。また、元京都府職員の小田切慎一郎は、一旦出馬を表明していたものの、一人での選挙活動は、 難しいと判断したとして、出馬を辞退。立候補者選挙結果自民、公明の連立与党が候補者を立てないいわゆる不先輩の形をとり、また共産も公認候補を取り下げ自主投票としたことにより、民進、日本の心、大阪維新の野党3党が対決する異例の形となったこの選挙は、民進公認、社民など推薦の前職、泉健太が、 約6万5000票を獲得し再選。民進党は民主、維新の合併後初の国政選挙で初勝利。結果としては2位以下に約4万票以上の差をつけての圧勝となったが、投票率は前回2014年の衆議院選挙と比べて19.1ポイント、低い30.12%で戦後に行われた衆議院の補欠選挙の中で過去最低の投票率と、 なった立候補をめぐる、動き民進党は8月5日に開いた、常任幹事会で、公認候補として、新人の元在ェン内日本総領事館職員、荒井富子の擁立を決定。共産党は、地元、福岡県委員会が新人で、党筑後地区委員長、小林時子の擁立を表明したが、それと同時に、民進党などと、 野党共闘に向けた協議を始める方針を表明。協議の結果次第では4月の北海道補選と同様に擁立を取り下げる可能性も示唆した。また、社民党も民進党に対して野党4党での候補者一本化に取り組むよう求める方針を示した。そして10月5日に行われた野党4党の初期局長、幹事長会談の場でロックは民進党、 新井で一本化することで合意に達し、共産党、小林は、翌6日に立候補取り下げを表明した。一方の与党側は、前職、鳩山国夫の次男で、福岡県大川市長、鳩山次郎が出馬を表明。しかし自民党福岡県連は、倉、内伊佐県連会長の長男で、林吉政前農省の秘書、倉内県の公認を党本部に申請。 この動きについて次郎は自民党公認を得られない場合でも無所属で出馬するとし、保守系の分裂選挙となる可能性が高まった。一方、自民党本部は福岡県連に対し独自の世論調査で次郎がリードしているデータを示し、蔵内の出馬見送りを促していたことが分かった。党執行部としては分裂選挙を回避したい考えだったが、蔵内は出馬自体を拒否。 福岡県連は8月26日に執行部会を開き、蔵内を支援する方針を改めて確認した。そして9月27日、自民党本部は蔵内県、鳩山次郎ともに公認の見送りを決定、いずれかが当選すれば、自己公認することを決めた。これにより保守分立選挙になることが決定的になった。また連立パートナーの公明党は、 今回の選挙について、実施投票とした。その他、諸派では幸福実現党の福岡県本部が、幸福の科学研修施設館長、西原忠宏を擁立。立候補者選挙結果、鳩山次郎と倉内県との保守分裂選挙となったが、父、国尾の都村合戦を全面に押し出した次郎が、倉内と民進党候補らを抑え当選し、当選後に、 自民党の追加公認を受けた。第47回衆議院議員補欠選挙福岡県、第6区当日有権者数38万237人、最終投票率45.46%立候補をめぐる動き民進党は8月5日に開いた常任幹事会で公認候補として、新人の元 NHK 記者、鈴木洋介の擁立を決定。なお、 共産党は、同党豊島地区委員長の岸義信を公認候補として擁立しているが、4月の補選同様に野党共闘に前向きな姿勢を見せており、民進党側に対し候補統一に向けた協議を呼びかける意向を示している。また、社民党も民進党側に対して野党4党での候補者一本化に取り組むよう求める方針を示した。 そして10月5日に行われた野党4党の初期局長、幹事長会談の場で10区は民進党、鈴木で一本化することで合意に達し、共産党、岸は立候補取り下げを表明した。一方の与党側は自民党の若狭勝る衆院議員が立候補に意欲を示しているが、若狭は7月に行われた2016年東京都知事選挙で増田博也を応援する。 東方神に背き小池百合子を応援したことから自民党内部からは難色を示す声も上がっている。9月6日自民党の2回、都市広幹事長は若さの処分について厳重注意とすることを決めた。また東京10区の候補者候補に若さが参加することも認めた。これを受け若さは補選へ出馬する意向を固めたことを表明。その後行われた候補者候補には 若さを含めた45人が応募。そして、党本部は若さを公認する方針を固め、トレントの詰めの協議に入った。9月21日、自民党は若さを公認候補として出馬させることを正式決定。10月6日には、連立与党のパートナー、公明党も若さの推薦に回ることを決定。なお若さが出馬して、自動失職したことに伴い、 田畑武史元衆議院議員の繰り上げ当選が決定した。その他、諸派では幸福実現党が当政年局部長の吉井と光を擁立。立候補者選挙結果前任者、小池百合子の全面的なバックアップを受けた自民公認、公明推薦の若さが野党統一候補の鈴木、幸福の吉井を大差で破り、当選。 第47回衆議院議員補欠選挙東京都第10区当日有権者数最終投票率34.85%この記事は以下のカテゴリーでも参照できます2016年衆議院北海道第5区補欠選挙に関するカテゴリー2016年衆議院京都府第3区補欠選挙に関するカテゴリー2016年衆議院 福岡県第6区補欠選挙に関するカテゴリー2016年衆議院東京都第10区補欠選挙に関するカテゴリーありがとうございます。